さんこんにちは、岩見つよです。この季節、例年ですと各地域でお祭りが開催されていますが、今年も新型コロナウイルスの影響で去年と同じく自粛傾向にあるようです。寂しいですね。また安心して開催できる日が来ることを願います。さあ、それでは今回の駅前プラス、ご覧の項目をお伝えしていきます。まずは今週の一押しです。何がすごいの？美濃桃山塔。蟹市がなぜ美濃桃山塔の聖地と呼ぶにふさわしいのか、その謎に迫ります。荒川豊造資料館、その前を通り過ぎると普段は入場が制限されているエリアがあります。こちらが荒川豊造が使っていた窯になりまして、今度こちらになりますが、その窯を炊くときに作業するための小屋になります。荒川豊造の集大成として整備された荒川豊造資料館。その周りには豊造が暮らした住居跡や作陶していた小屋、また大釜が残されています。しかしそれだけではありません。あまり知られていませんが、実はここに今から400年以上前にも陶器を焼く窯がありました。ここからは当時焼かれていた陶器の破片や陶器を焼く際に用いられた道具などが多く出土しています。かつてここでは市の瀬戸黒など美濃焼と呼ばれる陶器が盛んに作られていました。また近くにある八七田古窯跡からは織部などが見つかっています。織部は秀吉や家康などに仕えた武将古田織部が好んだ陶器として、当時京都や堺、そして全国の大名などに大変人気がありました。皆さん、瀬戸物という言葉をご存知ですよね。漢字で書くと瀬戸物、一般に陶磁器の代名詞として使われている言葉です。現在の愛知県瀬戸市あたりでは昔から盛んに陶磁器が作られていました。そこからこの言葉が使われ始め、一般的に広がっていったと考えられています。当然400年以上前に作られていた美濃焼などの陶器も瀬戸を中心に作られていたのではないかと考えられてきました。しかしその常識を覆した人物が現れました。荒川豊造です。昭和5年、ここ大ヶ谷の山中で志野の陶片を発見したことから眠っていた400年の歴史が動きます。志野や瀬戸黒といった焼き物はここ蟹市、くくり、大ヶ谷を中心に作陶されていたのではないかと豊造は推測します。その後窯跡が次々と発見されるに至って、それまで瀬戸を中心に美濃焼が作られていたという定説は覆り、むしろ蟹市、くくり、大ヶ谷付近を含む東美濃を中心に焼かれていたと考えられるようになりました。荒川豊造はここ大ヶ谷に窯を作って、志野の失われてしまった作り方を独力で復活させます。その功績が認められ、人間国宝の称号が与えられたのです。蟹市、くくり、大ヶ谷の山中で発見されたたった一つの陶片が歴史を覆し、そしてまた400年の時を超え美濃焼が復活した地だからこそ、蟹市が美濃桃山塔の聖地と呼ばれるにふさわしいのではないかと考えられるのです。太古の昔に湖の底に蓄積した土が自然の力によってね、
素晴らしい凍土に変わって、またあの釉薬の石なんかも生まれて、そういうものがあの隆起をして、それを人間が見つけて焼き物にして、自然の力を借りながら、まあ、人工的なものを作っていった。もう機械も何もない、時代に自然のものを使って、自然の恵みを使って素晴らしい文化を作り上げたと。中国から渡ってきた茶の湯ですね、これをあの日本人独自の感性で日本の茶の湯として作り直した、まあ、それをその陶器が支えたと。さらには織田信長の時代から功績を挙げた武将へのご褒美というような形で使われて、そういう意味では戦国の歴史の、役割も担ったと。いや、本当に日本の、素晴らしい歴史と日本人の素晴らしい感性を代表する聖地ということで、ぜひ、あそこへ行って、そういった歴史にね、太古からずっとつながってる歴史に、思いを馳せる、まあそういう意味でね、美濃桃山との聖地という名所にしてあるんですね。故荒川豊造の遺志を引き継ぎ、現在多くの陶芸家がここ蟹市に住まいや窯を構え、志野や織部などの美濃焼を作っています。また趣味で作陶している人たちも徐々に増えています。富田市長もその一人だったといいます。大学生の時に蟹市にそういう歴史があると、まあ、蟹市というかこの東濃地域にね、それはすごいことだなと。一方で私何も知らなかったもんですから、美濃桃山について勉強したんですね。でそんな中でぜひ荒川豊造先生のご自宅も見たいということでお邪魔して、たまたま荒川先生がおられて、ちょっと挨拶だけして、ああこの人がこういうすごい人なんだと感銘を受けて、ですね、けどぜひちょっと自分でも作りたいなと思って、当時土岐市にね、茶碗が作れるところがあって、そこで志野を作ったんですね。まあ土をこねて作って、また絵付けをして、で出来上がったものが、まあもちろんね、素人ですから分厚いね、とても商品になるようなもんじゃない、見た目は軽くて持つと重いというそういうものだったんですけど、冗談でね、当時うちは八百屋で、母親が八百屋をやってたんで、その一隅に1万円って書いて、私が20歳の時ですから、今から50年近く前、冗談で置いといたんですよ。そしてしばらくして店寄った時になかったんで、私の茶碗どうしたのって言ったら、うん、売れたよと言ってって言って、1枚で売れたらったら1枚で売れたって言うん でその1枚どうしたのって言ったら、うん、家計の中に入れて助かったって喜ばれましたけど、そんなつもりじゃなかったんですけどね。まあどんな水郷な人が買ってたのか知りませんが、今でもひょっとね使われてたらいいなというふうに思いますね。富田市長にそんな思い出があったんですね。売れた茶碗が今もどこかで使われているかもしれませんね。では今後の聖地が目指すところとは、続けて市長に伺いました。ここはもう観光というよりも、本当に今言った日本の歴史、日本の芸術の歴史、ものづくりの歴史を多くの人に感じてもらいたいということで、国内はもちろん海外からも日本の芸術に興味ある方、あるいは茶の湯に興味ある方が来てくれてるんですけどもね、もっともっとその世界からそういう日本のことを知りたいという人たちに来てもらって、見てほしいなとこういうふうに思いますね。合わせて周辺には陶芸家、加藤幸三先生、人間国宝をはじめ若い陶芸家も一生懸命やってますので、
現在そして未来につながる焼き物ですね、そういうものも見ていただけると、あの蟹市の一つのまた新しい良さっていうのもね、分かってもらえるんじゃないかなと思いますね。美濃桃山刀の技と心を後世に伝え、次の世代の陶芸家によって新しい美濃焼が生まれているんですね。新緑の美濃桃山刀の聖地はとても綺麗です。歴史に思いを馳せながら散策するのもいいですよ。最後に新型コロナワクチン接種についての情報です。市は65歳以上の高齢者の新型コロナのワクチン接種を5月15日から開始すると発表しました。接種券とご案内は今月19日より順次発送する予定です。また接種の予約は5月6日午前9時から電話とウェブで開始します。接種場所は集団接種会場が蟹東濃病院と保健センターの2か所です。個別接種が可能な医療機関はご覧の14の医療機関となっています。なお使用するワクチンはファイザー社製のワクチンです。また市では4月1日より蟹市新型コロナワクチン接種予約相談センターを開設しました。日本語案内とポルトガル語案内があります。お間違いのないようおかけください。感染者数が増加傾向にあります。再拡大を防止するためマスクの着用、手指の消毒、会食をする際にはマスク会食をしてください。感染症対策をしっかり行いましょう。そして番組へのメッセージもお待ちしています。さあ次回は今週の一押し、意外と知らない要介護をお送りします。認知症を予防するための健康体操も皆さんと一緒に楽しめる内容になっています。どうぞお楽しみに。それでは今回の生きまいプラス、この辺りで失礼します。さようなら。